い、皆さんこんにちは、タナショーです。ということで本日はですね、以前にね、床下に潜って秘密基地作っちゃおうっていう企画やったんですけど、そんなね、床下シリーズ第2弾でございます。はい、ということで今回はですね、床下に潜って金属探知機でお宝探しはい、ということで、はい、こちらのね、今回は金属探知機を使って、探していきたいと思います。距離によってね、音の速さが変わるんですよ。携帯電話の音？ということで早速ね、今回もこちらを使ってね、また床下に潜って何かお宝が眠ってないかね、探していきたいと思います。では行ってみましょう。はい、ってことでね、早速床下到着したので着替えましょう。行きます。ということで早速ね、今もう完璧に着替えました。まあ、前回にも一回潜ってるから、それのね、まあ、教訓を経て、いろんな対策してます。いや、もう正直もう潜りたくない。行きます。でも、はい、もう開けていきます。開けるともうこんな感じになってます。もう土、こっから下がめちゃめちゃ寒い。相変わらずめちゃめちゃ狭いです。ということで行ってきます。バイぞこの狭さ。お久しぶりでーす。ということで、まあ、早速ね、入り口ちょっと進んでから、探していきましょうか。うわ、狭っ。こんな狭かった。ちょっと待って、前回のね、これ秘密基地作った時に敷いたやつがまだ残ってます。ということで、あ、ダンゴムシの死骸とかあるんだけど、じゃあ探していきますね。早速ここか。あ、これ鉄だわ。ここはどう？これでとりあえず探してみて、なんか反応くればこれ大物あるよ。お、待って、来た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 、ここここここ反応あり、スコップ。とりあえずここ掘ってみよう。なんか硬いのあるよ、なんかでっかいのあるよ。あれ反応がない。もしかしたらこれかもしんない。これぐらい離れてても反応するんで、ちょっとね、分かりづらいね。探していきます。ここ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 、あ、ここだ。近い、待って、近くなって、近くなった。お宝来たぞ、お宝。ねえ、これお宝でしょ。なんかさ、すごいんだけど、掘りやすいんだけど、ここ俺のマイハウス倒壊しない？これ大丈夫？待って、消えたぞ、反応。ということはこっち掘ったとこにあるんじゃないの？あ、来た。何これ、何これ、これでしょ。え、何、人骨？はい、ってことで発見しました。謎の、なんだろうね、これ鉄の鉄くずゲット。もうちょい先進んでみるか。こっちなんかやばいんだけど。これすごいよ、見えます？皆さん、これ相当、ちょ待って、大丈夫、出口分かってるよね。出口あっちね、あっち、オッケー。こっち出口覚えておかないとやばい。ちょっと先進んでみます。これめっちゃ狭いわ。こんな狭いとこ行くんか、俺は。やばいぞこれ。これ何？なんか、なんか普通にゴミあるんだけど。これさ、タバコじゃね？おい、ここの建築の時に家建てたこの業者絶対タバコ捨てたろ。あ、なんこれ、針金。こっち進んでいきます。もうだいぶ入り口から遠くなりました。反応ないね。なんかほんとね、これ閉所恐怖症の人は怖いと思う。来たね、反応来たよ。ここだ、ここ掘れ、ワンワン。どうだ。あ、ない。待って、これじゃね、これだね。はい、ということでこれ完全に釘だね。釘見つかりました。釘多いね、やっぱり。こんなん怖いぜマジで。これ普通にこうやってこうやって後つけた。あ、待って、だ、待って、また同じとこにある。あれ消えた？あ、ここだな。何これ。あ、あった、これだ、これだ、これですね。釘めちゃめちゃあるぜ、釘マジで。はい、さらに進みます。よいしょよいしょ。この辺で反応しなかったらもう多分この鉄なんだよね。ちょっと待って、来てる。ここだね。あ、待って、これじゃね？絶対これだろ、釘じゃん。はい、ということでまた釘ゲット。はい、探しておきます。よいしょ。さあ、なんか反応来いよ。あ、待って、これだ。あった。これはもう普通に見えた。これだろ。はい、ということでまた釘ゲットです。釘がありすぎなんだよな。あ、来た。あー！
釘？もう反応ないっすね、この辺は。これ道ね、間違えると本当に帰れなくなる。この狭さですよ、皆さん、わかりますか？やべ、何も見えねえ。ってことで、今度はさっきね、こっちの右側行ったんですけど、今度はこっちの左側行ってみたいと思います。行きます。待って、来た、早速来たよ。結構壁沿いだ。うわ、すごい、めっちゃ奥まである。結構深いぞ、これ。この辺だな。お、なんか来た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 。え、なにこれ。違う、これじゃない。なにこれ。でも出てきてる、もう掘り起こしてる、掘り起こしてる、掘り起こしてる、掘り起こしてる。来てる来てる来てる。あー、はい、ということで、また釘。もう釘マジでありすぎなんだけど、釘しか出てこないよ、マジで。もうちょい探そう、こちら。マジで、待って、来た、来た。来た。お、なにこれ、待って、これ、待って。お、な、なにこれ、これ。おお、なんだこれ。朝日スーパードライの瓶の蓋。これ結構よくね。業者の人が飲んだのかな。これは今日一でいいよ、これ。ないか、ここだけだな。ちょっともうちょい奥進んでみます。はい、ということで、もうちょい前進んだんで探していきます。来た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 。あ、近い近い近い、待って待って、なんかあった。え、待って。ここにもある。ここにもあったし、ここにもある。これ見て、釘。ほんでこれも釘。史上最高にいらないよ、この2本は。こっち右行けそうだから、こっち右行ってみるか。よいしょ、はい。これも多分これだよね。これも際どい。これはいけるかもしれない。なんか硬いのある。うわー、多分これ相当目に見えてないんだと思うけど、かなりホコリっぽいんだろうね。ちょっと目が痛いもんな。反応消えたよ。ってことは、待って、来た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 よ。なんかある。割と近い、割と近い。狭い、マジ。え、ええー、ちょっと待って。待って、嘘でしょ。これがお宝探しだよ。ってことで皆さん見て、これ10円きた。見えない、全然なんか土がすごく見えない。昭和46年、誰がいつどこでここで落とした。うわ、すごい、これはきた。待って、もう終わっていい。じゃあちょっともうちょっとだけ探そう。もうちょっとだけこの先をね、探して終わりにしたいと思います。諦めないこの心、これがね、まあやっぱ神様は見てくれてるわけですよ。うわー、きた、嬉しい、めっちゃ嬉しい。ちょっと待って、すごいことになってる、携帯が。お、待って、きた来た来た来たよ。今度100円？あ、これじゃん。もう絶対これじゃん。ああ、やっぱり釘。ないな。もうちょっと一回もう撤収。もう怖い。もうこんなとこいたら怖い。令和元年。ね、11月に何やってんの、本当に。もういいよ、もう最大級のものを見つけたんだから、俺は。帰り道はどこ？土まみれだぞ、俺の携帯が、本当に。マジで、イットとかいいんじゃないの、ここから。本当に、イット出てきたら俺おしまいだよ。やばいんだけど、GoPro が。はい、ということで、無事戻りました。土まみれということで、実際にね、床下で反応した者たちを紹介していきたいと思います。はい、ってことで、はい、今回、まあ、一通りね、床下から、金属探知機のみで探し当てたものをね、今からちょっと皆さんに、ご紹介していきたいと思います。はい、ってことでね、今回、見つけたものがこちらとなります。まずこの2つはね、金属探知機関係なく見つけたものなんですけど、まずこれは多分タバコの、箱かな。でこちらはね、謎の石なんですけど、なんかレンガっぽいなんか石なんですけど、でこちらが多分これも鉄のなんか塊。それが合計で10個。もうさ、なんかもう旧石器時代に使ってたものみたいだよね。はい、続いてね、こちらのスーパードライのね、瓶の蓋が出てきました。これはかなりすごいでしょ。もういい、もういつのって感じで、次もう見えてるよね。これはすごかった。でもね、意外と汚れてないっていうのがちょっと驚きなんですけど、はい、10円玉ね。これはちょっとすごかった、本当に。いやー、よかった、床下探した甲斐がありました。はい、ということでね、こちらがね、今回床下で金属探知機を使って、見つけ出したものとなります。まあすごいね。一番出てきたのはやっぱりこう釘でね、やってみた感想なんですけど、本当に床下が狭い。てかそもそもあんまね、人が行くような場所じゃないんですけど、ホコリもすごいわ、多分カビもすごいんですよ。鼻かんだらね、鼻水真っ黒なのね、これびっくりした。まあ、極力皆さんは真似しないでくださいませ。はい、まあ俺の動画を見てね、参考にして、ほとんど、ほんと90%釘。